ほとゆみです。はい、というわけで今回はね、第3弾目の三色マーカーやっていきたいと思います。ペンに戻りました。あのね、第3弾は第2回戦に続きペンになってやっていくんですけど、今回もまた鬼滅ということで、こちらのさらに塗る場所が少なくなりました。難易度またアップアップでやっていきたいと思います、はい、やばいね、楽しみ。はい、で多分文字が多いので、今回文字も可愛く見せれるように、うん、そうだね、工夫してやろうはい、というか、ちょうどじゃあまずペンだね。ペンだね、ユミ、オッケー、最初ペンちゃん、ちょっと待って、一つ目、ピヤ、決定いたしました。ね、今回ね、やばいね、蛍光色とかいっぱい入れたはずなのに、これよ、そう、明るめを増やしたはずなんですけど、今回25本ね、ペン入れたんだけど、はい、おりみちゃん、またちょっと暗めですね。はい、じゃあ今度しほちゃん、いいよ、いきます。1本目、こちら、2本目、どうしよう、この辺、こちら、3本目、こっち側、意味が暗い色取っちゃった、こちら、はい、おお、すごい、すげえ、逆に明るすぎますけどね。やっぱ見てください、信号色、そうだね、まあね、ちょっと違うけどね。意味大丈夫、できそう、できそう、ちょっと暗い色取っちゃったね、やばい、こっち、もうほぼ2色かな、りみちゃんは頑張って、黒だもんね、一本ね、黒じゃないの、それグレーっぽい、グレーか、黒だよ、あ、そっか、かろうじて黒ではなかったね。はい、じゃあちょっとカメラアングル変えたいと思います、はい、はい、いい、入ってる、入ってる、うん、はい、というわけでね、早速カメラ変えたので塗っていきたいと思います。はい、すごいね、アングル変えるだけでこんなにね、見やすくなったね、うん、もう始まってますね。始まってました、じゃあ用意スタートで、前回と全く逆、まあ逆っていうか、しほちゃんは全然違うね、だよね、カラフルな、今回いい、めっちゃいい、うん、まあ、リミが暗い色取ってくれたおかげなんだよ、そうだね、リミちゃんがまさかの暗い色でも緑取れたしね、うん、しーちゃんも黄緑色だね、うん、いい感じで炭治郎はいけそうですね、2人と、うん、いけそう、いけそう、ねずこね、でもピンク、ねずこって言えばピンクでしょ、ピンクだ、あ、ピンク引いたからまだねずこもしほちゃんはいい感じにできるかもよね、あ、緑引いたし、あ、そうそう、緑もいいだし、ピンクもいい、意味ねずこない、あ、うん、その色もかろうじていいかもよ、ちょっと濃いかもしれないけど、その紫もね、うん、うん、ピン濃いよね、そうね、まあ別にでも全部塗らなくてもね、部分的にちょっと塗ってもらえば、可愛く仕上げる感じね、ね、炭治郎の羽織でしょ、うん、切れてたんだね、切れてる、あ、ほんとだ、まあでも羽織だから、こういう形に、ね、それほどでもそれほどでもありがとう。あ、ありがとう。褒めてないね。あれ、褒めてんじゃなかったの？ここをちょっと炭治郎風にしよう。うん。こういうところに本当線引くの好きな、こういう感じで。
大丈夫だよ、今ねと思わないから。あほろ。ちょっとねえ、投げやりになってない、大丈夫？ねえ投げやりになってない、大丈夫？投げやりになってリミやばすごい、そんなに塗り方してる人初めて見た。3色同時にすごい、顔だよこれ。必殺3色塗りって感じすごいですねなにおもろおもろいけど、終わり終わりまだまだまだか、私終わっちゃった。終わっちゃった、うんうん、そっか。題名は題名信号信号ほら、絶対これ信号に見えない。信号信号カラー何それ、ね、何黒いの黒いの着てんの。え、この子誰この子誰。うずいてんけど、なんだネズミ、うん、ネズミ黒くなっちゃった。単行本では、うん、善逸鳥之助の刀を取り持ってきた。うーんドクロやん、もうやばやばやばみのきょうちゃんはノータッチノータッチ、これはノータッチ。この色でネズミ言ったらやばいことになるやばいことになってるそうでさ、暗い色でもやばくなってるのにすごいね、ふんだんに使いましたね、三色を。ちょっと、ウケすぎ。できた。はい。はい、しょ、りみちゃん、題名は？おかしな世界。おかしな世界。はい、じゃあ見せてください、画面に。おかしな世界、はい、リミちゃんのおかしな世界です、こんな感じ。あ、でも、いいんじゃない、なんか独特、この三色使いがいいですね。あとこれ、しほちゃんがめっちゃウケてたやつこれ、これ。あ、でも近くで見るといいんじゃないはい、こんな感じです。私のおかしな世界だそうです。はい、じゃあ、はい、じゃあしほちゃん、はい、じゃあしほちゃんのはこんな感じでございます。信号ちょっと待って、これ信号っていうのはこれですか、この3色。信号カラーでいつも見守ってるよ、鬼滅の刃。信号カラーでいつも見守いつも見守ってるよ、いつも元気に見守ってるよ。あれなんだっけ、いつも元気に見守ってるよ、鬼滅の刃。いつも元気に見守ってるよ、鬼滅の刃。長っ。はい、こんな感じでございます。ちょっと手にこうね、結構ね、当たった色が良かったかも。うん、結構なんか、なんか珍しくなんか華やかな感じになりました ね。いつも暗い感じが多かったんだけど、はい、いいと思います。まあね、若干塗りづらさもあったと思うけど、やっぱ違うね、全然ね。違うね、こうやって持ってカメラに、こんな感じでね、やっぱね、全然違う感じに仕上がるね。ね。あ、でもいいじゃん、結構。いい。かわいい、かわいい。かわいい。うん。リミのもいい感じだね。
3色だけどこんなにちゃんとできるもんだね。ちゃんと塗ったんですか？近い。はーい。はーい。OK でございまーす。ねえ、もし赤が出たらね、ここに血かこうとしてる。あー、なるほどね。なんかすごい翔ちゃん、リミちゃんのことがツボに止まってる感じでございますね。だって刃の方に血かくでしょ。いいじゃんね。だって刃の方に刃って止まってんよ。うん、だね。だから失敗した。はい、というわけで今回はね、三色マーカーで鬼滅の刃の色塗りをしてみました。はい、それではバイバーイ。バイバイ。本当もうつぼうのやめなりみちっちゃんは私つぼってないもん。じゃあ気持ち悪い。気持ち悪い。